JR 蒲田駅近くの踏切で奇妙な男性が目撃されています中継ですここは東海道線や京浜東北線が常に行き交う JR 蒲田駅に近い踏切です 昼間自動車や自転車、歩行者などが交通量が多い踏切ですが、夕方から夜にかけては比較的静かな踏切になっています。最近夜になるとこの踏切で歩いている奇妙な男性が目撃されています。そしてその男性には首がないということです。噂によればおよそ3年前、この踏切で電車に轢かれた男性がいます。その事故の被害者の例ではないかと言われています。 3年前小雨が降る夜泥水した男性が帰宅途中この踏切で転倒し気を失ったところへ京浜東北線下り最終電車が入ってきて引かれたただこの男性は当時リストラで職を失い失意のどん底にあったと言われており計画的な自殺だったのではないかという疑いもあったようだ霊媒師によれば自分の死に納得できないこの男性は現世に未練があり その魂がさまよっているのかもしれないという。